皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズの店長丹蔵です。この FLHQ の今入り口です。今日はってここ数日ね、新製品、新しい、あるいは再入荷した商品が、いくつか入荷しましたのでね、ちょっと店内で今、展示、し終わったところで、せっかくなんでね、みんなに、FLHQ の店内探訪、ちょっとちらっと中の様子ご紹介しようかなと思ってね。じゃあ行ってみましょうか。ここは入り口、はい、どうでしょう、ね、自分の遊び道具スケートボードファットバイク、スプリットボードはね、来るとスキー、はい、これはなんと折り紙カヌーですよ。今度一回ねカヌーも紹介してみようか。入り口入ると、はい、まず手指のアルコール消毒にご協力をお願いいたしますよ。入り口も定期的に開放しています。こっちには、入り口のあたりみんなセール品をね、クリアランスサロモンのアンフィブ水力療養のシューズですよ。これ人気があってよく売れてます。だってえぇ、3割引きですよ。これ来年はねデザイン変わっちゃうんで、フランスのおしゃれなスニーカーですよ。ねえ、かっこいい。行くよ。パンして。FLHQ のセール。もうとっておきのこれはっていうものしか出さない。ねえ。オークレーのエアブレイク、これはファクトリーパイロットって言いましたね。実はゲルプリントなんですよ。オークレーって入ってる、オークレーのロゴマークじゃないんだよね、ワードロゴ。はい、半額ですよこれかっこいい。でもラインマイナー、これ12,100円、やばいでしょ。ファクトリーパイロットね、ホワイトアウトデザインですよ。いきますよ。はい、アークテリクス α FL30、 これはこの秋冬にちょっとデザイン変更かかるんでね、お安くしました。3割引き、完全防水クライミングパック、重量が 585g、 ベクターグライドのスノーボード、とっておきですよ、ね、マーク3 FLHQ コレクション、ね、バッチリだからね。グレーのすごく速い、しかも素直、これは女性モデルかな、153cm、 もうゲレンデもカービングもね、パウダーでももうふわふわですよ。ゲレンデじゃシャキン。メイク BC ST。
どうです？2015年モデルをちょっとこれをね、とっておきのお値段で、バターナイフですよ。どうです？しかもブラックカラーですよ。ブラックにオレンジ、ティラックのパンツだって、エボリューションパンツ、これはレアだがかっこいいんだよ、シルエットも。でノローナロールダルゴアテックスインシュレーテッドジャケット、はい、これ中綿入ってね、デニム風な素材、ね、トグルのちょっとかっこいいでしょ、ピーコートみたいで。これは世界200着限定ですよ、グリーンカモン、これはミリタリーデザインにインスパイアされたタモックゴアテックスジャケットリミテッド、ね、これはいいんだよ。これ自分もね、これのブラックカモ着てますからね、すごくいい。しかも世界限定200着、今は珍しいと思うよ。でラッシュジャケット、これは廃盤なんでね、アークテックス。どうです？面白いでしょ。まだまだいくよ。セーバー AR ジャケットも、もうこのオリオンというカラーもかっこいいからね、グレーで、グレーブルー、これだってもう6万切ったらもう、ね、で今日入ってきた再入荷、フランスのボレーセーフティ、なかなかこれ扱ってるところ少ないからね、しかもかっこいい、保護メガネ、安全メガネですよ、飛沫感染にも、防止します、シューティングでもいい、はい、ロスコのシュマックタクティカルデザートマフラー、ね、これまたちょっと近いうちシュマックの巻き方なんかやってみようかな。ウィメンも安く、これも入ってきました、3190円、安いんだけどすごくいい。ここに、サングラスホルスター、腕にもポケットね、いいんですよ。ヘリコンテックス、ヘリコンテックス、ポーランドのアウトドアブランド、アウトドアショップでは FLHQ しか扱ってないかな。でフーディニー、このコートもノマド、ねえ、シャツもおしゃれってなってくよ。はい、ここに映ってるのは全部3割から 50% オフ、これがまたいいんだよ。ノローナスバルバードコットンジャケット、70年代デザインで、でも最新、内側シームだからね、うん、はい、ローローマウンテンワークス5周年記念アニバーサリー記念モデル、ホワイトカラー、まだ1点ずつある、はい、これは大人気、現物を見たいって言ってわざわざ来て皆さん買っていくよ。大和道ミニね、まだパンツも縫い目はほとんどなかった、メンズはまだちょこっとあるよ、3いいでしょ。ローローマウンテンワークス、はい、バイクンハイクンパック、これも入ってきたばかり、旅チビとても人気です。どうですか、こんなに、そうで、これはスタジオビターズ
中本さんの作品ですよ。はい、あ、これアイファックも入ったね。これもやっと入荷したんですよ。米軍の放出品、ファーストエイドキットですよ。ワンセット。これも今度これだけで1本ご紹介しますよ。ただこれはちょっと一般には販売してないですね。タクメダ、タクティカルメディシン、ね、戦闘外傷医療救護の講習受けてライセンスを取得した人、あるいはプロフェッショナル、自衛官の方でご希望があれば、これ1点しかないからね。もうこれなくなったらいつ次入るかわからないね。ですよ。どうですか？ちょっと置いてみようか、カメラ。ね、ソファーも用意して。ちなみに、タグメダのライセンスね。これですよ。はい。フォースオンフォースですよ。ね、and criminal and terrorist counter tactics tagmed.com。 はい、ちゃんとスチューデントナンバーもいただいてますからね。いきますよ。ほら、スウェーデンのアウトドアブランド、もう30年経ったクレッタルムーセン新作です。一番人気フィマファンランバージャックね、ランバーパックね、木こりのパックって意味ですよ。はい、これもおしゃれなんだね。アルギールアクセサリーバッグ、サコッシュなかなか、これはいい、これはすごい、なかなかないからね。グラナイトギア、タクティカルオプストート、メイドイン USA ですからね。このタグがかっこいいなんつっても、スリーウェイトートバッグ、はい、パッカブルクルビエ、これもここにしかないものばかりだからね。どうです？これも日本で1台だけ、 FLHQ にしかありません。ローローマウンテンのアンテロープ、バーンと行くよ。こっちもギアが、とっておきのギア。あ、これね、入りましたよ。マブテルポーチ、今日も何人か買ってったな。なくなっちゃうかも。これ後ろの、ベルクロテープで、ベルトから、バックパックのショルダーサスペンション何でもついちゃうからね。iPhone11 も入る。プラス、小型の財布とか何でも入れて、もう体に装着できますからね。ヘリコンテックスね、ポンチョ、スーパータープありますよ。でこれはもうとっておきのコート、ちょっともう来季作られないって確か話だったと思うから、シールドコートね。ティラックポートニックですよ。ポートニックはここに、ブランドロゴはもうポートニックの、マントに杖、このデザインがかっこいいんですよ。いきますよ。はい、でなんとマグフォース、ブッシュクラフト、バックパック、カーキとカーキフォレッジ2点なんとか手に入れちゃいましたよ。これ販売できますからね。あと確かこれ500個限定で予約販売で、うちでもだいぶ皆さんに分けして店頭で売るものなかったんですけど手に入れちゃいました。もうこれはもうここにしかないよ。
で、ヘリコンのウルトラライトポロシャツ3190円、ね、アダプティブグリーンとシャドウグレーが入ってここにありますよ。だいぶ奥まで来た。アークのウィーメン、なかなか見ないデザインでしょう。これなんか、ベンダーのラック、女性のアノラックゴアテックス、意外と安いんだよ、44,000円。ほらまだまだ奥がある。アークのコットン T シャツ、もう最近はただのオーガニックじゃないからね、遺伝子組み換えでないオーガニックなんてもう大変な。あ、これは一番エリス T シャツね、人気ある、ラミネートポケットでかっこいい T シャツですよ。いきますよ、アークテリクスの品揃え、限定モデル ZSL ジャケットね、これですよ、かっこいいでしょ、ツートンなかなかないんだ。そしてブラック、夏春夏に人気の ZSL ジャケット44,000円、 XS から今 S?ML、 うん、4サイズ揃ってます。綺麗にシワ一つなく並んでますからね。ケッペルトレンチコート、これ私も着てますよ、すごいかっこいいシルエット。アークのアーバンパックブレードシリーズ、はい、フレーザージャケットね、アークのタウン用のコア、ポケットが上下についてるっていう、ベルクロなんか使わないから中にちゃんとショールがあって、セーターとかスーツを傷ませないんだよ。なかなかこのデザインはかっこいいよ、57,200円、意外とアークのタウンユースはね手頃の値段。はい、アロー22、まあね、アローバスケット、これも新しく入ったアロー8ショルダーパックですよ。はい、グランビルプラック人気ありますね。はい、バーラパートフィッター、これもかっこいい装填コートね、どうですか、アロー160、なんて言ったってファイアディエアパーカー、ノルバン SL インシュレーテッドフーディー、はい、アトム SL フーディー、この辺インシュレーテッドもいいよ。なんといってもボラ AR 63ですよ、これもいいでしょう。でジャージースポートのクッション、これなかなかないんだよ、ジャージースポートのミュージショップにでももしかしたら今ないかもね、マウンテンスクッションですよ。はい、どうですか、ということで FLHQ の、あ、上の棚にももうね、アウトドアのミュージアムみたいでしょう。実はミリタリーのヴィンテージケース、いろんなものがある。2位も、ね、これなんか軽い、もう一人用は 760g ですからね、もう軽々。2位も、ホーネットストーンワンピー、グランドシート付きで、スイッチバック、あ、ボレアロ、このカラー限定で持ってるっていう、これも人気あって結構数積んでるからね。あ、でもあと6個かで、クルックス AK47X 完全防水アルパインパック、チタニウムのフレーム使って、もう重量約1キロですからね。でこれはシールラインの、プロタッフルですよ、かっこいいでしょ、完全防水、YKK 赤シールドのジッパー、
ね、ノローナ、トロールベゲン、40リッタードライバック完全ボス、70リッターの OMM、ダッフルバック。さあ、これわかる？カウンター前のテーブル。なんだ？ねえ、もったいつけないで教えちゃうよ。これタラップ、折りたたみ、アルミでリベットってね。これタラップ反対側にしてガラスケースのっけて足つけて、で、あ、ノバスコティアも新しく入りましたよ。カナダノバスコティア州で作っているナチュラルソープ&ローション、新作がなんかいっぱいあっても満タンだからね。結構皆さんこれリピーターの人も多くて、これですよね、チャコール、アトピーにいいんだってよく買いに来てくれる、これはヒゲの人のね、ソープ、ゴートミルクソープ、もう最近じゃもうペットバーですよね。ペットも可愛く、ワンちゃんも猫ちゃんもね、ナチュラルな石鹸で洗ってあげてくださいよ。あとタトゥーバームね、バーム、タトゥー向けとかリップ、ローション、すごいんだから、大人気。レスキューバーム一番売れてるかな。ということで、はい、サコッシュ、これはね、米軍の放出品でアーモバッグですよ。弾素入れてる 7.62 ナトー弾、はい、のカートンですね。はい、そんなのもあります。だいたいこのもうね、うちのディスプレイのこれスウェーデン軍のだったかな、北欧のね、これですよ。このトランクケース売ってくれって言われたって今時世の中ないからね、売り物としては。で、椅子だってどうです、ウェーバーエアクラフトコーポレーション、年代まで書いてる、ヴィンテージ、デザインもかっこいいでしょ。ということで、まだ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 もうずーっと紹介してたらキリがないんだけどね。こんなところで、いやね、どうでした？ FLHQ、ここにしかないものがいっぱい、みんなもう綺麗に見てみる、皆さんにご紹介したくて飾ってますよ、ね、よろしかったら、現物を見て手に取ってちゃんと確認できて、商品の説明まで受けられるんですよ。なかなか面白いでしょ、ね、なんでまたちょっとアイファックだとか、まあ、シマークの巻き方とかいろいろちょっと、断層チャンネルでもね、商品の紹介、使い方ね、なんかなかなか見れない内容をご紹介しましょうよ。それでは、ありがとうございました。FLHQ の店内でした。